って。はい、エルカチャンネルのショーです。友達と一緒なんですけど、名前出せないんで、K 君としましょう。で、この間ちょっとしましたスマホのアプリ、そっくりさん。あれを今日友達の K 君にやってもらおうかと思います。もう早速やっていきましょう。じゃあ、俳優でちょっとやってもらいます。ポチッと。そうすると、AI が解析を始めます。さあ、誰でしょうね。これ結構やってて面白かったんで。さあ、結果が出ました。ポチッ。結構な、誰ですかね、田中圭さん、知ってる？田中圭、はい、あれだ、わかるわかるわかる、なんか出てきた、ちょっと俺出てきてないんだけど、今旬の人、あ、今旬の人、おお、今旬だって。そっくり度がね、89%、結構高かったと思うんだ。わかった。この人自体はちょっとわかんないけど、ドラマは知ってる。わかった。ああ、なるほどね。次のカテゴリーで見たいと思います。はい、じゃあタレントで行ってみましょう。さあ、タレントってなると結構またいっぱいいると思うんで。さあ、結果が出ましたよ。見てみましょう。出ました。あ、これ微妙だね。微妙だね。あ、そう、うん、タレントので一番似てるのが鶴野武が出てきました。この間俺がやった時も出ました。ありふれた顔だよね。ありふれた顔か。タレント枠は残念だった感が、うん、ちょっと もう一個なんかちょっとわーってなりたいから、もう一個なんかどれか。これ見てみましょう。あ、スポーツ選手ね。あ、今旬だね。あ、これも旬だね、今ね。待って、今ね、出たスポーツの選手は大晦日だ、大晦日。雷神で5階級のボクサーの外人の人とやった人だよね。那須川天心。なかなか旬な人が出てきましたね。うんうんうん、うわちょっと面白かった。さあ、じゃあですね、ここで男性男性でやってたんで、意外にこれ女性でやったらどうなんだと気になるんで、うんうん、ちょっとやってみたいと思います。2人ともちょっとやってみようかな。うん、まずは俺から行ってみたいと思います。はあはあはあ、知ってるよ、うん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 、知ってるよ、うんうん、俺が似ている女性の芸能人は坂井若菜さんでした。 79% なかなか、うんうん、ちょっと何と言っていいかが分かんないね、うんうん、ちょっと微妙なところね。難しいね、やっぱ女性だと。女性もじゃあちょっと K 君の方にちょっとやってみます。あ、なんか名字は聞いたことあるよ。結構なそっくり度。そっくり度 89.9% アナウンサーの徳島えりかさん。見たことある、見たことある、うんうん、言われたら、そうだね、そうだね、そうだね、そういう顔だね。あー、なるほどね、うん、ちょっと、なんだろう、あえての、うん、異性でやった方が、うん、面白い。いやー、今日第2弾なんですけど、ちょっと面白かったですよ、うん、これ皆さんもちょっとやってみようと思うなら楽しいかもしれない。はい、
ということでですね、今回はこれまでで、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで、俺にかかってこい。